皆さんこんにちは。今回は先手番でやっていきます。相手の方は筋違い角ということなんですけども、筋違い角プレイヤーにはもう角道開けません。はい、相掛かりで相掛かっときます。相掛からせていただきます。端歩ついて相掛からせていただきます。なんか最近の相掛かりってこう端歩ついたりしてちょっと難しいですよね。この端歩がどういう意味なのかっていうことを理解しているアマチュア、世界で5人しかいない説提唱していきたいんですけども、多分、やってる人は結構多いけど、真の意味を理解してる人は相当少ない気がする。で、銀上がって、まあ、この時に端歩ついとくと、銀上がれるっていう意味あるんですよね。横歩取るのを防ぐ銀上がりができる。端歩ついてないと、ここで歩打たれて角が詰んでるんで、ひどいんですけど、端歩の効果で、歩には角上がって、受けることができる。まあ、そういう意味はあるんですけど、とはいえあんな早くに端歩つくっていうことあるんですけど、まあ、駒軍毒か。一回桂とか跳ねて、駒軍毒駒組ませてもらう。銀とか上がって。ね。一旦駒軍毒は。やっぱ駒毒、そういうこと。これは次、歩つかれると嫌やから歩つくんかな。歩突かれると角道開けれなくなるんで、歩ついて。で、どうしようかな。金とか上がって、バランスにする？バランシングにする？シュガーシステム行く？シュガーシステム行っとく？シュガーシステム行くか。一回角の方がシュガーシステムなんかな？ちょっとそのあたりね、やらかしたかもしれないけど。これでバランスで、次歩から銀とかでしといて、で、これ来られ、早くり銀来られた時は、右玉に構えとけば大丈夫って言ってたから、右玉に構えとくんかな？飛車引いて。歩突き同歩同銀なら玉囲っとく？そうやってバランシングで行くんでしょ？シュガーシステムは。居飛車党はこれ一本で OK って言ってたから。これ一本で OK って言ってたんで、もうこれで全てを解決しに行こう。これで解決しに行くわ。これで解決させてもらいますわ。オールインワン。やっぱ一本でいけるっていいですよね。というか、なんか、何の動画やったかな？何の動画か忘れたんですけど、シュガーさんの動画見てたらですね、なんかの会話の流れで、シュガーさんが将棋 YouTuber の名前を列挙する時があったんですよね。その時に、なんか、昇段さんとか、って言って、昇段さんは3なんですね。昇段さんとか、その後、空とか言ってて、何勝手に呼び捨てしてんのよ。通信が壊れたやんけ。いらん話してたら。通信壊してしまったわ。ちょっと、シュガーシステムは強すぎて、電波障害を起こすかもしれない。ああ、動いた。ちょっともう、話切り上げて次の動画撮ろうかなと思ってたら、来ちゃったな。いや、そう、空とか、とか言って、しかも半笑いで空とか、とか言ってて。お前、俺の方が年上やぞ、言うて。先輩を敬えっていうね、名言もありますから、先輩は敬わないといけないですよ。まあ、そういうこと言っていきたいんですけど、まあ、そのシュガーシステムでがっつり買っていくと、ああ、そういうの嫌な。これ嫌じゃない嫌なんですけど。普通に嫌じゃないこれ。角成り狙われて。あと、歩突き同歩歩もありますよね。これどう対処すんの？これどうしたらいい どうしたらいいんですかね。ちょっと真面目にどうする？角成りって来られても大丈夫っていう話ないよな。いやー、まああるっちゃあるけど、まあ同金同飛車成りで突破されるんですけど、あの飛車で桂馬に紐ついてるんで、そんなに8筋は気にならないよねっていう説がある。だからそれよりも歩突き同歩歩の桂頭攻めを気にした方がいいよねっていう話はあるんですけど、いやーでもシンプルにどっちも気になりますな。どっちも気になりますなっていうことあるんですけど、どう生きていこうこれ。いや、こっち嫌やな。いや、とか全部嫌。そもそもこれの受け方がないもんな。まあ、角打って、同角同歩。角打って、
角成りなら同金同飛車成りに角成れるから、それは良さそうかな。だから角には同角同歩って進むと思うんですけど、ただここの歩伸ばしちゃうと、あのどっかでこう歩突き同歩歩打ち同銀にどっかで飛車がここに来て銀取りとか気になるんですけど、そんな気にしなくていいの？気にしなくていいんかな。ちょっとよくわかりません。同角同歩で、まあもう一回角なら、あーそれつかすってか、もう一回角ならこっちだけ受ければいいんでってことなんですけど、そこで銀を出てきましたか。そこで銀を出てきましたかってことなんですけど、それには私はどう生きていけばいいでしょうか。はい。なんかこれ一回歩つくとぬるい。同歩って、あ、同歩か。いや、そこで角打ってどうかなと思ったんですけど。いやー、意味ないか。いや、ツーぶったわ、今の。今の謎のツーぶりしたわ。いやー、今の頭悪い。急に自虐的になりすぎている。いやー、角出る手が大手であれかなと思ったんですけど、角出ても別に寄られてなんもないし、まあ、それも、一部界隈では嫌と言われているね。いやー、ツーぶった。あー、ガチでいらんことしたな、今。しかも角出たら玉寄られて、ここに引きにくいからこう角効いてて、うん、なんか戻りにくいし角が詰みそう。とりあえず同角は同銀で、まあ同角同銀で生きていく、引いてくれたからっつって、で飛車走っとくか。飛車走らないとあの銀冠って言われて、あーうほほほほほほ、あ、それ角で受かる、読み筋に決まってるじゃないですか。ほんまやめてほしい。これで飛車取れるから。で、相手陣の方が飛車に弱いから。イエーイ、辛抱。すごい辛抱だね、それは。なんかそういうもんなん。いや、それは結構ありが、それしかないんじゃありがたい気もするけどな。ただ角がちょっと中途半端なんで、まあ、角引いて使いに行く。飛車打ちには銀引きとかで受かってんのかな。それはそれで怖いな。系統が薄くなるから。じゃあ、飛車次打たれたら、いやー、玉寄る？いやー、そんな人いる？玉寄る？あ、玉寄ったら飛車が痛いか。てか、今飛車打たれたらどうしたんやろ。今、飛車打って角金両取りかけられたらどうしたんやろ。死んでたくない？あれ、今、それ死んでた説大丈夫やったかな？あ、飛車。桂香両取り。痛いね。痛すぎる。痛すぎる。痛すぎるんですけど。飛車打ったら飛車なられるよな。飛車打ったら飛車なられるよな。歩叩く。同金。なんもない。飛車打つ。あ、飛車打ちが受けにくいって話ある。あ、金寄られるか。歩打つときは同金やもんな。ちょっと、受けにくいなんてもんじゃないんですけど、私はどうしたら、どうしたら生きていけるんですか？教えてください。神様。マジでどうしよう？困ってる？いや、普通困ってるか。これが困ってない世界線は見たことないか。うわー、きつー。これ飛車なんよな。ちょっと、ごまかしに行く。これ一回飛車なられたら終わりなんですけど、そして、強いって。なんでノータイムでそんな嫌な手出してくんの？ぶち入れるぞ。ぶち入れっぞ。今のターンに取ってくれたら早逃げして、もう一回王手されても金引きとかで受けれたんでよかったんですけど。まあでもこれ玉上がってもなんか囲うか。香車取られたら、それはワンあるよ。あ、桂馬か。まあもうそんなしょうがないわ。桂馬は、同銀同角で、桂馬打って、竜取りにしながら角の利き遮断して耐えに行こう。まあ。あともう一勝負ぐらいできるでしょ。あともう一勝負ぐらいできるでしょって言っといて。よし、できてんのかな。
できてるのか相当怪しいけどな。いやー、早繰り銀には右玉って聞いたけど、ちょっと組み方甘かった。じゃ、角交換したんが甘かったんかな。微妙なところ、難しいよな。微妙な手順が難しい。これで金上がって耐えに行く。はい、飛車角両取り。え、それ死んでる？いや、桂馬で死んでるかーなー。死にがちかなー。まあ、広い方に逃げないと耐えれないんで逃げるけど、銀でね、同玉は竜で金取る。死にがちかなー。耐えがちかなー。なんか角が王手桂取りとかで、頑張れれば。あと角が、なんか後々竜取りで、あー、何そのいい手。同金は竜から詰み。なんやねん、そのいい手。引くし、銀は、ここに逃げるんですけど、ここに銀打つと竜入るっていう手がなくなるんで、ありがたかったんですよね。ただ、銀がいないと次、竜入るがあるんよな。あ、違う。何が竜入るやねん。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。10期目六段はプロ。完全にプロに当たってしまいました。完全にプロに当たってしまいました。皆さん、ありがとうございました。完全にプロに当たってしまったんですね。いや、知りませんけどね。知りませんけど。いや、だって10切れ6段ってもうプロじゃないと無理やろ。どうなんですか？教えてください、猛者の方。奨励会有段とかならいけんのかな？なんなら、得意な人なら奨励会、9とかでもいけるんかな？でも、藤森先生も結構長い間、5段でしたもんね。まあ、そんながっつり、対局数やってないっていうのもあると思うけど、そんなストレートに6段っていけてなかったはずなんで、もう実質プロ。実質プロですね。いやー、これ端の位取られたから右玉にしようかな。端の位取られて左に囲うのはちょっと端詰まってて、相右玉とかいうもう異次元の将棋するのやめてもらっていいですか？相右玉とかいう異次元の会話するのやめてもろて。これ絶対右玉してくるやん。止まるんかい。なんでここでそんな止まんねん。まあでも迷ってんのかな、右玉にするのか、しないのか。こっちに書こうか、こっちに書こうか。結構分岐点なんで、中間説。中間管理職って感じ。まあどっちか保留してって感じなんですけど、まあでもそろそろ決めないとさせないでしょう。そろそろ加工以外になんかさせてもなさそうなんで、そろそろ決めてくるんじゃないかなっていう気がしているんですけれども、どうですかっていう感じですね。いやー、悩んでる。こっちな気するけどな。この組み方はこっちにするなら別に早く金上がるとかする必要ないんで、金まっすぐとか、そういう余地もあったんで、これならこうな気がするけど。いやー、また保留。保留の麻雀。保留の麻雀か。お前は浦部なのか？いや、相手浦部説ある。まあ、一回金で様子見るか。銀で雁木に組み替えてきたら歩ついて2筋の交換目指していこうかな。でも2筋の交換ってあんま意味ないんかな。歩、歩、同歩、同飛車とか、交換できても、歩打たれて、飛車引いた後に、桂馬から飛車回って、フーフーとかで2筋逆襲されるんで、なんかどこまで意味があるのかはよくわかんないんですけど、意味がわかんないんですけれども、まあ銀とかじゃあ使っとくか。いやー、どうなんやろ。歩で一歩入手するのはおっきいんかな。フーフーから飛車先の歩を一旦入手しに行くのはおっきいのか。で、玉上がって、これは多分、こっちが歩打つ気をちょっと見せてて、左側から動く手を見せたので、それならこっちに囲っとこうかなっていうところだと思いますね。だからこっちとしてはこっちに囲ったら、こっちから行きたいかな。
まあそれでも風もあったと思うけど、まあ風はいつでも一応行けるし、風疲れて銀追い返されたらまあ銀引いとけば、ここの風ついちゃうとこの桂跳ねができなくなるんで、まあ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 って言いながらやっていけばいいんじゃないでしょうか。ええ。まあこれ風つくか。風ついてみます。同歩同銀で。一歩交換してみます。で引いといて。はい、一歩交換でかい。完全に一歩交換はでかい。まあ、一歩を手持ちにすることで、360円ぐらいの価値ありますから。まあ、でもな、桂跳ねられてな、こっちも何すんのって言われたら、確かに何するかは知らないんですけれども。何すんのやろ、5筋も交換しとく。でもなんか5筋交換ってこっち得なんかな。いや、ノリで5筋交換しとこう。5筋の空交換できたら、後々叩きとかできてでかいんちゃう？知らんけど。ガチで知らんけどなんですけど。まあ、もうでかいって言うしかない。でかいって言っていくわ。とりあえずでかいんじゃねって。とりあえずで、あ、ちょっと待て。あ、2か。2ってど、あー、しかもそれ疲れるやん。ちょっと待って。そんなシンプルな手うっかりすることある？いや、2とか言ってる場合じゃないよな。あ、ここ傷口広げすぎないためにも2の位置を使いに行くべき？あ、2の位置使いに行くべきかな。あ、2の位置ね。2の位置使っていくわ。神髄マナー部が良いって言ったけど、銀引きは俺でも指したけど。うんね、風はね、浮かんでたけど、それやろうか迷って やめたんですけど、ちょっと、こっちが考えてた通りに指すのをやめてもらっていい？上回ってくれないと学ぶことないんですけど、上回ってもないくせに、ちょっと学ぶが良いとか、ちょっと上から目線ちょっとやめてもらっていいですか？想定の範囲内なんですけど。想定の範囲内よな。てか、鬼神ってさ、その後手を好きなところで使わせてほしいよな。もう同歩なんやったら同銀しかないねんからさ、同銀直ぐらい自分で指させてほしいよな。プレミアム鬼神とかで後手自由に使えますみたいなのないかな。そういうの出ない。そういうのを売り出しませんか、ヒーローズさん。多分私は買うことないんですけど。鬼神を買ったことはないかな。あれはあるけど、鬼神解析券とか、プレミアム？プレミアムっていうかな？なんかプレミアム月額課金のやつとかは買ってるんですけど、結構ヒーローズに貢献してると思うんですよね。解析券も最近結構買ったし、毎月、鬼神アナリティクスで、あれ月額1100円かかるんですけど、まあもっと上のプランで月額1万円っていうのもあるんですけど、まあ、自分は1000円のプランなんであんま言われないんですけど、まあ、それも毎月課金してますし、ねえ、ちょっと、なんかもらえませんか？こじ、いや、やめとこう。何も言ってない。もう何も言ってないんや、俺は。もう喋ったことない、生まれてから。喋ったことないから。なんか、僕が言ったとか言うのやめてほしい。喋ったことないんで。それ、幻聴ですよ。これ今なんか聞こえてたら幻聴なんで、一回耳鼻科に行ってみるのおすすめかもしれない。今なんか、対局中に喋ってるやついるなって思ってる方はちょっと一回、行ってみるのありかもしれない。そうやって人のせいにしていくんですけれども。待て、これ時間で勝とう。時間で勝つわ。時間で勝ちましょう。これここそんな超コース、なんか風付きとか嫌、風付きぐらいでなんかパッと刺してきそうな気もしてたんですけど、風付き同歩同飛車は一応一瞬王手飛車のラインに入るから怖いんかな。え、てか、これ、風打たれたらどうすんの？それを考えてんのか。風打ち同銀しかないけど、風打たれて銀積んでますね。あ、それで角捨ててってことか。王手桂取り。同銀なら同銀で、まあ、角銀交換で駒損なんですけど、次桂馬を取っていく手を見せて、まあ、なんとか踏ん張ろうってこと？いや、それ踏ん張れてんのかよ。踏ん張れてんのかよ、それ。なあ。でも相手の方もそういうのがちょっと怖いから考えてるんですかね。風、同、銀、風で銀積むけど、
ふうった時に角ぶち込むとかでねじ込んで、ちょっとこう逆転しに行く手がこっちにあるから、歩を踏み込むかどうかを考えてる。でもここで3分差はでかいよ。うん。ここで3分差はガチででかいよ。何よりもでかい。え、これもしかしてじっと競争？あ、殴るの？しかも。しかも殴るの。自分の顔見えてる？この人。同型？まあ、同型には同銀しかないですよね。それで歩打たれてどうすんの？待って、鬼神の意志を引き継げない。同型同銀歩打たれた時に銀引くっていう意味じゃないと思う。あ、それ桂馬打てんのか。同型同銀歩なら、引くようではなんか手番を渡して面白くないと思うんですけど、同型同銀歩には桂馬打って銀の両取り。銀取られるんですけど、銀取って同金に角が、飛車金両取りみたいな、そういうことありましたね。はい。そういうことありました。あー、いや、今一回叩くかどうかを迷って使ったんやけど、取るんや。で、もう一回桂馬で、引かれてどうすんの？もう一回ってか、とりあえず叩く。あ、叩かない。同歩。いやー、相手の方のギアが上がってきた。ギアフォースって感じ。あー、いい手。角成りと角の王手狙ってる。なかなかやるやん。親父なかなかやるやん。うん。なかなか将棋知ってるやん。認めよう。ちょっと将棋詳しいってことだけは認めてあげよう。うん。お前なかなかやるやん。なかなかやりますね、この人。え、これ激痛じゃない？ちょっと待って。角出たらだって玉逃げた時に桂成りとか攻めれますし。とはいえ、こっち受けても、この桂馬ボロリンチョはでかいんで、両方受ける手は多分ないんで、え、強っ。ちょっと待って。え、強すぎん？え、桂成りで。え、強すぎん？え、何このおっさん。あー、それは、あー、それはね、悩むね。わー、いい踏ん張りしてくんなー。いい踏ん張りしてくる。いい踏ん張りだ。金取ったら、同銀なら逃げといてもいいと思うんですけど、金取ったら角取ってきますよね。それで同飛車、成り桂取らせて飛車を成る。いやー、ちょっとそれ駒取られすぎてる気がする。取るのは多分同玉で、なんか突破できてるって感じではないんですよね。突破できてるって感じではない。同成り桂、同金に角を捨てる。同玉に飛車を成って、香取りと金打ちを見せていく。あ、それかな。あえての同成り桂、どう？馬振りすぎ？いや、通ぶってるかな。銀取っとくぐらいが、大人だったかもしれないけど、これで角捨てて、どうなんやろ。飛車成って、金と香車両方は受けにくい。そもそも金が相当受けにくい気がする。銀引いたら歩叩く手があって、同銀と取らせて、やっぱり金打ちっていう手があるし、角で竜取りとか言っても、金打ちが王手角取りなんで、桂馬打つぐらいなんじゃないかな。金食らっちゃうと相当ぐったりきそう。あー。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。でもそれ香車取った後に香車で串刺しできるけど。香車王手、歩打って受ける、香車が角銀串刺し。え、それ痛すんぎでしょ。さすがに。さすがにそれが痛くなかった世界線ないよね。いや、冷静に一回桂跳ねで受けとくはあるんやけど、どっちがいい？どっち派？あなたはどっち派？いや、私は桂跳ね派かな。あなたはどっち派？いやー、これはむずい。まあ、一旦冷静になるか。もうなんか冷静に勝るものなし。冷静に勝るものなしと。次に、歩打って角逃げて香ぶち込むとか、まあ、単に香ぶち込むとか、どっちもありそうなんですけど、まあまあ、どっちがいいかは次の相手の方の手を見て決めるか。あー、攻め合いなんですね。まあ、香車打つか。銀逃げるのは、なんかもう効かされやし。一応、桂成り同銀で硬いんで。
あーでもこれ銀とかで竜詰まされんのか。銀で逃げて角で竜詰んでるやんけ。なんであの将棋がこうなんの。なあ。もういいわ。差し違えて取るわ。でも同銀でわからん。うん、同銀でわかりません。一回叩く？いやーこれかわされるやん。同銀なら空で銀つむくけど、かわされて次空の攻めとか桂の攻めとかいろいろ狙われるんですけど。バカだねー。なおちゃん君ってほんとバカだね。角打つか、空打ちに同銀。あ、ここの方が、いや、ここ桂馬とかあるか、ここ、いやー違う。ここに角打って、空打ち同銀、同銀なら同角とかしていく？いやー、なおちゃん。一応銀取り、かつここを補強した。風打ち同銀同銀同角。もあるか。まあ、桂馬の王手の時にまずどこに逃げるかとかも、1ミリも分かってないし。いやー、冷静パスタかよ、お前。パスタ作ったお前ってこと？ちょ、もう喋んのやめよう。一旦喋るんやめるわ。てか喋ったことないんやった。喋ったことないです、すごく。風は死ぬ風で。でも受けたってことは多分そんな簡単にこっち死なへんっていうことだと思うんですよね。今の、いやーまあそんなことないか。いやーそれがわからんのよ。それがわからんことがバレていて。まあこっちかな。この広いここに逃げていきたい。そういう思想はどうでしょうか。これ筋違ってくるよな。筋違い角よな。これ次風が痛いんよな。玉上がる？風打ち同金。同銀なり同玉飛車。いや、あと1分頑張れ。あと1分頑張るゲームよ。このゲームは、詰ますゲームじゃないわ。あと1分頑張るゲームなのよ。このゲームをいつ詰ますゲームだと、いつから詰ますゲームだと勘違いしていた。次、歩が痛すぎる。角打ちは竜寄られる。埋める。敵の打ちたいところに打て。そして、相手の時間を奪う。いやー。それ同桂は歩があるのね。パー！助けてください！助けてー！玉寄ってなんか耐える？耐えてんのかよ！何をどう受けたらいいの？歩とか受けたら意味ある？意味ないか。角打ったら竜でしょ？同銀同歩でしょ？風ついて圧かけとく。風ついて圧かけた方が相手ビビる？これでちょっとビビらす？ちょっとあなたの玉も危ないよってビビり散らかしていく？いやー、ビビってくれるような球じゃないでしょう。ビビってくれるような球じゃないと思うんだけど、やっぱ人間ビビることでこう、思考が奪われるから。いやー、そうなんよなー。同金は角。同金よりは、強なり同玉竜。同金上がるは角。全然ビビってくれない。全然ビビってくれません。隊長。あ？取れる。あ、あ？同銀で？これそんな簡単じゃなくない？声裏返りすぎやろ。どう取ったらなんか強者とかどうなん？なんか風叩くて消しつつ風なり見せて。でもこれがな、まだ相手玉に響いてないんよな。あーん、ガン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 。でも銀打って。金来るね。金逃げ。何、銀取ってくんの？一回風なって。あー、一回風なるよ。一回風なるよ。こっちの玉は詰めろですか？先生、こっちの玉詰めろですか？銀取られた時、角合いで。詰みますか？2分30秒。詰まない。ああ、銀同金取る桂馬、逃げ。詰まない。銀取ったら桂、角合いで、銀同金金捨て同玉竜、合駒桂馬、詰めろか！これ詰めろはきつん、きつん、き、あ、違う、角に銀は、
上がったら桂馬か。これ、ほっといたら詰むか。なんか奇跡の攻防しない？角、桂馬、意味なさそう。奇跡を、起こせよ。桂馬打ちたいんですよ。ただ取られて角合いの時に、詰むよな、銀打ち。同金、金同玉、竜、合駒、桂馬、詰みだね。銀に上がっても桂馬寄って、金同、金同、桂内、同玉、金で逃げて。いやー、詰まないに、3000票を入れたいよー。と、金で詰みだよ、次。あ、銀2枚持ってんの？待って、金、銀やと思ってた。金、銀、銀は死亡。桂馬で。かーん。ですね、ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけど、1曲目のグラフはこんな感じになってます。上に触れてたらこっちがいいんですけど、まあこれはシュガーシステムを使いに行った将棋なんですけど、いやーちょっと上に触れることなく終わってしまいましたね。というかちょっとうっかりがあったのが痛かったな。まあ個人的反省点はこれですね。歩ついた手、これ結局同歩の後にこの歩取ることできなかったんで、これ突き捨てる意味全くなかったですね。この突き捨て入れずに単に角打ってれば互角だったんですけど、突き捨て入れちゃったことでちょっとこっちが悪くなってますね。なんかこういう時に角出れればと思って突き捨てたんですけど、これ玉寄られて対して響いてないんで、あんまりこういう展開を狙う意味がなかったですね。まあ、とはいえ互角なんですけど、まあ、直接的に評価値を落としたのは、この飛車走りですね。はい、完全に角をうっかりしましたね。はい。これで終わってしまったと。まあ、終わったっていうほどの評価値じゃないけど、かなりきついと。変えて、まあ、歩とか、駒組みしとけば一局だったみたいなんですけど、こうするぐらいならこの突き捨て本当にマジで意味ないんで、これ意味ないどころか銀冠に組まれて、突き捨て咎められちゃうんで、絶対突き捨てない方が良かったですね。まあ、すぐに銀冠組みに行くのは角打ちで飛車香両取りかかるんで大丈夫かなと思うんですけど、まあ、どっかでそういう手も狙われるんで、やっぱ突き捨てたのはいらなかったですね。そうか。ちょっとシュガーシステムにわかが出てしまったかもしれない。でもなんかこういうやっぱいろんな形に対応できる戦法っていいですよね。まあ、今回早繰り銀で来たんですけど、早繰り銀以外に、まあ、相手としては腰掛け銀で来るとか、まあ、いろんな居飛車の相手の形想定できるんですけど、どれで来られても対応できるっていうのが、このシュガーシステムと。まあ、なんでね、まあ、やるやんと。やるやんっていう言葉を残しておきたいかなと思いますね。2曲目は、こんな感じですね。これも下触れてたらこっちいいんですけど、まあ序中盤悪かったけど、棋士の力でなんとかこっち良くなったんですけど、その良さを活かせず負けたっていう感じですね。まあどこがポイントかっていうと、ここがポイントで、銀打って竜詰まされた局面があったんですけど、ここでなんかほぼノータイムで竜逃げてたんですけど、これもう取っちゃった方が良かったみたいですね。で、これ同銀なら、この歩を取れるんで、竜が生還すると。だからこうなったらもう取るぐらいなんですけど、まあ、一回桂馬で王手入れるとかあるらしいんですけど、まあ、どっかで竜取ることになるんですけど、そこで銀を下がらせたことで、ここに角を打って迫っていくことができると。この攻めが結構うるさいみたいですね。まあ、玉逃げたら角が直通してるんで、まあ、その角のラインを生かして攻めていくと。まあ、それ怖いんで普通は桂合いかなと思うんですけど、桂合いは危なくて、こう銀取ってから、まあ叩いたりして、同玉ならもう一回叩くとか。で、桂馬に紐付けなら玉、ながら玉逃げるのはここしかないんですけど、また歩打って、桂馬に紐付けながら逃げるならまっすぐとかになってくるんですけど、これもう角切っても寄ってるかな？あ、まあさすがにやりすぎか。なんか歩って良さ、なんか良さそうな手やな。次に頭金とか狙いつつ、同金なら、この金打ちが、王手金取りになって厳しいと。
で、同金なら同歩成でガン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 攻めていって、銀打って広い方に逃げたいんでこっち行くんですけど、金打って、玉逃げた時にまた銀まで取れると。これがまた頭銀の詰めろと。で、なんか受けてもこの銀成っていう攻め駒足す手だったり、角成で攻め駒補充する手だったり、この桂馬がここに跳ねるっていう手もあるので、これは受からないですね。まあ、評価値も3000点いいということで、こっちが勝勢という感じで、これか。なるほどな。角から繋げていくもんなんですね。まあ、これはさすがにうまく決まりすぎではあるんですけど、こういう展開を狙っていけるので、竜を逃げずに、もういきなり角を取ってしまえば、こっちが良かったということですね。まあ、本譜は、ちょっと、竜を逃げてしまって、まあ悪くなったわけじゃなくて、まあほぼ互角ではあったんですけど、まあでも互角の範囲でちょっと相手の方に触れてしまって、そこからは持ちこたえられず、負けになってしまったという将棋でした。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。